皆さんこんにちは妙流寺住職の水野ですご縁に感謝いたしますこの動画を見ていただきましてありがとうございます、えー、この動画を見ていただいている方の中でですね、えー、あまりにも人生がうまいこといかなかったりとか悪いことばっかりが続くというようなことでお悩みの方はいらっしゃいませんでしょうか、えー、例えばあ頑張って 会社に勤めて働こうと思うんだけどもんいつもん無償に辞めたくなってしまうとかですね、えー、行く会社行く会社行く学校行く学校で、えー、人間関係がうまくいかなくて途中で辞めてしまうとかですね。えー 自分は頑張ろうとしてるんだけども何かこう目には見えない世界の、ね、邪魔されてるようなあ気がするそんなことでね、えー、お困りの方がいらっしゃいましたら是非一度当時にご相談してくださいきっとお力になります